チャットを新規作成をクリック、スペースを作成をクリック、スペース名を入力、必要に応じて説明を入力、スペースに招待するユーザーやグループを入力、作成をクリック、スペースが作成されました。追加されたユーザーにもスペース職員室が表示されています。クリックするとスペースに参加できます。通知をオンにしておくとメッセージが送られた時に通知されるので見落としが減ります。超絶簡単です。